久保さん久保さんまあさすがにちょっと手取り14万だと不妊治療さすがにちょっと難しいですよねめちゃくちゃ金か,かかりますよねうんだからやっぱ久保さんって運はありますよねでもね久保さんの動画を見てるっていうことはあなたも運があるんですよだって久保さんの動画のリーチって他の YouTuber に比べると全くリーチないじゃないですか ね、ヒカキンさんに比べると、まあ、比べたらあれですけど久保,久保さん8年ぐらい7年か6年か、まあ、YouTube やってますけど100万回回した動画一本もないですよもう僕もないですけどね僕も100万回そんだけ何年やってんだと100万回のミリオン動画一本もないですよ今直近の動画ね、まあ、あのキットはちょっと40万回ぐらいいってますけど直近の動画100ぐらいですよそれにね行き着いてるっていうのはね奇跡ですよ ささんのの話をさらに聞いいててるっていうのも奇跡でですすよね <laughs> 運良くないですか,だから僕ね自分でね思うんですけど僕にたどり着いてる人ってめっちゃ運いいなって僕自身思ってますからねあなためっちゃ運いいなみたいな僕にまあまあたどり着かんよっていうだから運持ってますねとただしその運をね受信できるかどうかはあなた次第です まあこれね即課塾のね受信力っていうのがあるんですけどあなたがねそれを受信運を受信できるかどうかっていうのはあなた次第です例えば分かりやすく言うとね「そんなの久保さんしかできないよ」と「吉谷さんだからできるんでしょ」とかねまあそういったら受信はできないですねあ麻マージャン店で全く右も左も分かんなくてえ h 何クロ e ムブック1万4000円買ってなんかニヤニヤしてた人パソコン全然できないそんな人が3年で1億稼げた え、それだったら俺もできるかもしれないどうやってやったんだっていうじ受信ができるんだ、ね、あるならばまあそれはいいですねまあでもね久保さんそういう受信なかなかできないですよねここまで言ってるのにねマージャン店のおっさんですよ久保さんはそれがね今じゃ隠居してますけどもそれをねめちゃめちゃ言ってるしそれを見せつけてるのにもかかわらず久保さんが一回ね 家買った時、ね、ったたに言てましたよ吉谷さん家買えばもうこう分かりやすくないですかみたいな。<laughs> 家買っちゃったら、あの一括で家買っちゃったら、まあ、ブランディングとして分かりやすいでしょみたいなね。まあ、確かにな、家買ったらブランディングとして分かりやすいな、みたいなね。<laughs> ね、久保さんね。い現金一括で家ってな,なかなか買えないじゃないですか。買ったんですよ。借金返済して。 でもあの家現金一かで買っちゃったからお金なくなっちゃったっていうねでもまた稼げる力あるからまた稼いだっていうね話なんだけどいやねまあ運を受信できるかっていう動画にしておきましょうかうん運はあるんですよあなたに本当に運はあると思います僕はいつも思ってます僕にたどり着いた人は運があるなとただしそれを使うか使わないかはあなた次第っていうことですねいってらっしゃい